時春くん、行ってらっしゃい。僕はこの大きな木の近くにいますから、帰る時にはまた声をかけてくださいね。おはよう、天子様。毎日あの子の送り迎え頑張ってるね。学校にいる間も見守ってるの？ええ、この学校という場所はとても人が多くて、小さなもののけもよく集まってくるのです。どうしてこんな場所に毎日通うのでしょうか？学校を知らない？この世界で生きていくのに必要な知識を得るための場所だよ。年若い人間はここに通うのが決まりなんだ。なるほど、タヌキさんは物知りですね。人の世には僕の知らないことがたくさんあるみたいです。少し興味が湧いてきました。時春くん、僕の顔に何かついていますか？ああ、あやかしなのに眼鏡をかけているのが気になるんですね。別に目は悪くありませんよ。この眼鏡は遠い昔にお世話になった方から贈られたものなんです。その方のことを忘れないよう、今もこうして肌身離さず使っています。贈り物といえば、小野心は音春くんのお手伝いをした後、いつも好物のいなり寿司をもらっているそうですよ。今日は僕もお裾分けをもらったんです。ほら、可愛くて美味しそうでしょ。時春くんの分もありますから、一緒にいただきましょう。うん、甘くてほんのり酸っぱくて優しい味がしますね。音春くんの温かい気持ちが伝わってくるようです。人の世は移り変われど、心のありようは今も昔も変わらぬもの。喜びも悲しみも、誰かを思いやる優しさも、小さな狐だった頃から数多の人の顔に見てきました。音春くん、時春くん、そして小野心も、あなたたちが思い悩むこの日々は無駄ではないと僕は知っています。前を向いてひたむきに歩む者たちの前には、進むべき道が必ず見えてくる。今はわからなくても、いつかわかる時が来ます。そんな日が訪れるまで、僕にみんなのことを見守らせてくださいね。